内田隆光は、日本のプロマジシャン。広島県出身。舞台で行うステージマジックや、イリュージョンマジックを得意とする。キャッチフレーズは、世界が認めたマジック界の貴公子である。広島県立熊野高等学校、広島経済大学経営学科卒業。カードマジックを得意とするマジシャンで、中でも、ミリオンカードの演技は有名である。 この演技はクライマックスで、マンモスカードが大量に出てくる。また大掛かりなイリュージョンショーも手掛けている。15歳の時に、マジックに出会い、その不思議な世界にのめり込んでいく。その後、わずか5年間で国内のメジャータイトルを独占。1994年フィズム大会に出場し、ミリオンカードの演技で、マニピュレーション部門で、第2位に輝く。 1995年にはドイツで開催されたヨーロッパで最も権威のあるマジックハンズコンベンションでアジア人初のグランプリを獲得。これらの受賞を皮切りに海外進出を果たし世界各地での出演を重ねその技に磨きをかける。1997年に国内で本格デビューしディナーショーや劇場公演。 豪華客船でのクルーズショーを中心に活躍。国内のみならず海外での出演も多く、実力実績ともに、世界最高峰のマジシャン。近年、新たなショースタイルを確立すべく、ドラマとマジックを融合させた、新感覚の舞台、ドラマジを立ち上げる。また、主演俳優として、映画出演を果たすなど、耐えることのない創作意欲と情熱で、 新たな分野にも挑戦し続け、さらなる進化を目指している。http://t-a-k-a-m-i-t-s-u-m-a-g-i-c.com ありがとうございます。